どうも、ワイ君です。今日はフィットミントという新しく始まるムーブ&アーンのゲームを説明していきます。このゲームはですね、ステップンとかなり似たところがあるので、ステップンと比べながら、一緒に勉強をしていきたいと思います。それでは始めます。まずゲーム性なんですけど、ステップンの場合、靴を買ったりミントをしたりして靴を手に入れますね。で、その後歩いたり走ったりすることで稼ぐことができます。フィットミントはですね、靴を買ってミントして、その後歩いたり走ったりすることで稼げるんですけど、どうやら他の運動でも稼げるらしいんです。で、その詳細についてはまだ書いてなかったんですけど、例えば雨が降った日だったら筋トレして稼げたら、まあかなりいいですよね。まあそんな感じで、新しい稼ぎ方っていうのがこのフィットミントの中では取り込まれてるって感じがしてます。次、スニーカーの特性について、これアトリビュートとはステップンでは言われてますね。このアトリビュートなんですけど、ステップの場合、ウィッシエンス、ラック、コンフォート、リズリエンスの4つですね。一方、フィットミントの場合、パワー、ドゥラビリティ、スタミナ、コンフォートの4つです。で、このパワーに関しては、ステップンでいうとこのコンフォート、ドゥラビリティで言えば、ステップンでいうとこのリズリエンスだと思ってもらって大丈夫です。それでは、そのフィットミントの4つの特性についてもう少し詳しく見てみましょう。まずパワーなんですけど、フィットというこのトークンを稼ぐことができます。このフィットはステップンでいうとこの GMT と同じ働きをします。デュラビリティに関しては破損を軽減することができます。そのため、先ほど申し上げたようにリズリエンスと同じ働きをします。スタミナについてはエナジーブーストというものがありまして、このステップンの場合エナジーって固定なんですけど、フィットミントの場合エナジーブーストという、このブースト機能があって、エナジーを高めることができるらしいんですね。で、その頻度が増すみたいです。で、コンフォートについてはまだ書いてありませんでしたので分かりません。次、靴のクオリティなんですけど、ステップの場合コモン、アンコモン、レア、エピック、レジェンダリーというのがあって、今のところレアまでは公開されてますね。で、エピック、レジェンダリーはまだ出てないので、どんな靴かは分かんないですけど、機能としては紹介されてますね。で、フィットミントについてはベーシック、アスリート、プロアスリート、レジェンド、スペシャルエディションということで、同じく5つのレベルがあるようです。これもステップンと同じようにですね、レジェンドとスペシャルエディションというのは公開がかなり後になるようです。で、ベーシックに関してはベータ版ではベーシックだけが使われるということで、もしベータ版、参加される方はこのベーシックになると思います。その後どういうふうにこのアスリートとプロアスリートが出てくるのか、ちょっとまだ今のところは分かりません。で、それぞれの特性についても、ステップだったら結構ありますよね。コモンとアンコモンだったら、例えば、レベル上げした時にもらえるポイントが違うとか、いろいろ公開されてますけど、フィットミントについてはまだその辺は分かりません。次、靴の供給量なんですけど、ステップの場合は最初に配られたこのジェネシスっていう、桁が少ないこの靴に関して、確か1万ですよね。で、プラスミントに関しては、ミントして増えた分に関しては無限ということで、で、フィットミントに関してベーシックが最初に1000あるんですけど、それにプラスしてかしてないか分かんないですけど、ジェネシスに関して5万あって、プラス、無限ミントということで、供給量に関してはジェネシスがフィットミントの方が多いようですよね。次に、エナジーについて、ステップの場合1エナジーが5分となってます。で、例えば1足のコモンだったら1日10分歩くことができる。で、靴の数が増えれば増えるほどエナジーも増える。で、そのエナジーの供給っていうのは6時間ごと、日本の時間でいくと4時と10時、4時と10時って感じで行われてますよね。で、フィットミントに関しては1エナジーが1分となってます。これはなんで単位換算の話なんで、そんな重要なとこではないんですけど、一応そういう感じです。で、1足で歩いた場合、1日15分プラスアルファで、このアルファっていうのは先ほど申し上げたスタミナでのブーストの分です。で、クオリティによって時間が増すかどうかっていうのは書いてないので分かりません。で、靴の数が増加すれば増加するほどエナジーが増えるということは書いてありましたけど、実際どこまで増えるかっていうのはまだ書いてありませんでした。で、このエナジーは4時間ごとにもらえるようです。次、トークンを稼げる額っていうのがどういうふうに決まってくるかというと、ステップンの場合、靴によってウォーカーとかジョガーとか、あとランナー、トレーナーっていう4つがありまして、その速さに合わせて歩くことで効率よく稼ぐことができます。
またその時間とかエフィシエンシー、またはコンフォートで、ゲームのパラメーターとかによってこの稼げる額っていうのは決まってきます。一方フィットミントの面白いなっていうのは、パワーっていうのは先ほど申し上げた通り、コンフォートと同じなのでいいんですけど、カロリーの消費量によってこれ決まってくるらしいんですよね。なので早く歩いたり長い時間走ったりしたら、これのカロリーの消費量が増えるので稼げる額が増えるのかなって思ってるんですけど、その辺はちょっとベータ版で、試して、分かるかどうか分かんないんですけど、分かったら紹介しようと思います。あとはゲームのパラメータっていうのはまあそんな感じですね。次レベル上げに関してなんですけど、ステップ運でレベル上げをするときは GST または GMT を使って、レベル上げをしていく。でマックスのレベルは30で、コモンの靴の場合アトリビューツは、1レベル上げるごとに4ポイントもらえますよね。でアンコモンだったら6みたいな感じなんですけど、高レベルになればなるほどそのレベル上げの費用や時間っていうのは増していきます。でプラスソケットを開放してジェムをつけることはできますよね。一方フィットミントに関しては、フィットという先ほどの GMT 的なこの通貨を利用してレベル上げを行います。そしてマックスのレベルは50です。でアトリビューツがそのレベル上げをするごとに4ポイント振り分けることができるんですけど、これに関して、靴のクオリティによって変わるのか変わらないのか分かんないですけど、今のところは4ポイントって書いてありました。でステップンと同じく高レベルになればなるほどレベル上げの費用や時間は増していきます。で今のところジェムの記載はなかったですね。次に修理と破損の話をします。ステップンではマックス100分の100の修理のところがありますね。ここが100分の50以下になったら収益性がマイナス 10% になります。また100分の20以下でマイナス 90% 収益性が落ちます。一方フィットミントの場合、マックスが100分の100というのは同じなんですけど、100分の75以下になった場合マイナス 10%、 100分の50以下でマイナス 50%、 100分の10以下でマイナス 75%、 100分の0以下というか、100分の0でマイナス 100% ということで収益性はなくなるということですね。で同じく、修理破壊に関して、ステップの場合高レベルの靴ほど修理費は上がります。でまた、修理時間に関しては、これ別にレベル関係なしでほぼゼロでできますよね。でフィットミントに関しては、ステップンと同じように高レベルになればなるほど修理費用っていうのは増していきます。でちょっとここが違う点で、修理時間に関して破損度×レベル割る10時間ということで、この破損度が多ければ多いほど、またレベルが高ければ高いほど修理の時間がいるんです。そしてこれが結構大きいんですけど、その修理してる間っていうのは稼げないようなんですよね。なんでちょっとあんまり修理貯めすぎちゃうとその日稼げないっていうことになっちゃうと思います。次ボーナス機能について、ステップは臨時でそういう機能をつけることはあるんですけど、常についているそのボーナス機能っていうのはないですね。一方フィットミントに関して連続参加のボーナス機能があります。7日連続で、ゲームをフルのエナジー消費してやるとアトリビューツのポイントが1ポイントもらえます。で14日連続だったら2ポイント、21日連続だったら3ポイントというふうにボーナス機能がついてます。次ペナルティに関してステップは特にありませんね。でフィットミントに関しては連続で不参加5日続くと破損が1ポイント出てくると、でそれ以降は、1ポイントずつついてくるということで、参加しなければ参加しないほど靴が壊れてくるということです。最後にミントに関してなんですけど、ステップンでは2足以上レベル5以上の靴を用意してミントしますよね。詳細ちょっと省略しますけど、フィットミントに関しても同じように2足用意するとミントできるようです。これに関してまだ詳細が出てないので何とも言えないんですけど、基本的に靴のクオリティがあるわけなんで、それに結構依存するところが多いと思いますから、その辺の、ゲーム性っていうかミントに関してのゲーム性はステップンと似たような形になるとは思ってます。以上がホワイトペーパーに記載してありますメインどころの話なんですけど、もし質問等ありましたら僕がホワイトペーパーを見て答えれる範囲のことは、答えたいと思ってますので、ぜひ質問をよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。このチャンネルではステップンを中心に動画を投稿しています。今後3月28日から
ステップンの稼ぎで行くベトナム対日本のサッカー観戦旅行、4月後半には同じくステップンの稼ぎだけで行く体旅行、8月後半からはベトナムに移住予定。今後の投稿をお楽しみに。